くくバナとは宜野湾市大山にある就労支援事業所みんなで就職目指して訓練するところなのだどうぞどうぞ3月に入りましたねクくくバナとは えー、あ始まりました。えー、略して。何を何を何を、えー、ククスターククルバナスタジオ略して。はい。ククスター毎週金曜日のお昼の11時半、12時の30分間の、えー、生放送ではい届けているぞー、はい。どうぞー。届けているぜ。ぜ。 あの、こね、平和だね。絶対何も起こらないよね。絶対無事だよね。ま生きてる、生きてるよ。生きてるよ。生きてるよ。今日のメンバーはここ、私、崎山シュと。そして。はい、宮地理かと。そして、三宅忠と。そして。かつでんかおり。そして。はい、おまけのへんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ、盛り上げていこう。元気よくいこう。今日のメンバーにね。はい、はい。 堀内健、あの、堀健さん。あの、ネプチューンの。はいはい、ネプチューンの堀健さん。うん。あと、大川工業の、あの、江頭二。江頭、はい、二十五十本さん。はい。そういったカラーがあった、あっ方がいいかなと思います。お、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 ということは、くんやる。やる。お、すげえ。やるの?。何を?。う江頭さんみたいに。うん、みたいな。うん、みたいな。綺麗なんだよ、綺麗。 あ綺麗無事なんだよ無事あそうね生きてるしね生き,る <laughs> 生きてるからね僕たちは、うん、絶対このオープニングでの無事で終わるなあいいことじゃないですかいいことですよフォアシみたいな大丈夫だよしゅうさん十分です<う>はいチェコさんね面白いねはい はいはい今日のテーマお願いします。今日のテーマははいはいえっとマイクが遠いですよ。はい今日のテーマは今日のテーマはねはいはい今日のテーマ決めてなかったな。決決めたし聞いてないの。聞いてなかったの。はいじゃあ皆さんから言いましょうね今日のテーマはマイニュースということでねはいまあ自分の最近あったまあ。 え身近であった話とか、まああの世の中に流れているニュース、気になるニュースとかね、うんうん、はい、そういうのをみんなでちょっと話し,していこうかなと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、各、え、社、ー、ではメッセージやコメントなどをお持ちしております。メールアドレス 761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp ファックスは098-934-8653934-8653また FM コ座では FM コ座のホームページや Ustream とツイキャスで映像と音声を見ることができますツイッターも連動しておりますのでたくさんツイートよろしくお願いしますよろしくお願いしますググスタは株式会社ビッグワン株式会社重太郎ホーム有限会社パーソナルフードサービス 有限会社サキコーポレーションヘア＆メイクアップアーティスト秋広元岡安田がし専門店琉華の提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、はいはい。ジュータローホームって不動産だっていうのわかりわかります、ね。はいはいはい。はい。ね、熊野マークのね。はい、のはい。そうですね。でヘアマークヘアメイクアップアーィストあびっくりびっくりした。ヘ <laughs> アさんって言ってるのかなヘア,ヘアメイクアップ <laughs> ヘアメイクアップアーティストの秋広元岡はいこれどこのお店,あこれお店じゃなくて、うん、秋広元岡さんが相ンさんになってくれてるのす、うん、晴らしい個人ですよそうだよすごいで、ね、しょ素晴らしいですよは <laughs>、えー、いるえっ、ー、と内地の方にで、はい、活躍してる方ですね本当にヘア、うん、ヘアのメイクアップをやっているはいプロの方ですねプロですね プロでやっておりますね素晴らしいファッションなんだうんファッションファッションまあを大きく言ってファッションかな興味ああのファッションに興味ある人がいたら合わせたいねそうですねはいうちいるからねまあ一応あのネットでねあの秋広元岡って検索したらあの出てきますのではいぜひ皆さん 検索の方よろしくお願いいたします。はい、さあ,あここで一曲いってみたいと思います。今日はですねあのー、テーマがマイニュースということなので、まあわかりやすくえニュースっていうねジャニーズさんのねはいえニュースというグループがありますけど、そちらのニュースから曲いきたいと思います。はい、えー、曲はニュースで Dreams です。どうぞ。 はい、えー、お届けしている曲は、ニュースで、えー、Dreams で,でした。はい。いい曲ですね。はい。あの、はい、<laughs> 卒業のテーマにも。ね、なんか、ぴったりな感じの。ね、実際、あれかな歌ってる学校とかも、もしかしたらあるのかもしれない、ね。あ、かもしれませんね。ひ、ね、ょっとしたら。ね。聞き、この、この、この まあ、ニュースのドリームス流してみたものの,あのここにいる誰も聞いたことがないっていうね <laughs>、まあ、そういうこともありますね、はい、でもいい曲ですね、はいはい、もし何かあこういうのこの曲使われてたよっていうのもねあの <laughs> なんかあればねあのツイキャスでツイッターでつぶやいていただけるとね、えー、嬉しいですけれどもさあ今日のテーマは「 マイニュースということで、はいえー、皆さんのいろいろ気になっているニュースとか、まあ、近況とか、はいはい、最近こういうの面白いなったよみたいなねがあればあ、まあ、話していきたいと思いますけれども<ー>、はい、千恵子さんマイニュースなんか気になってるのありますか気になる、うん、天気予報とかおい天気予報お<ー>これもうかなり気になってる人多いんじゃないかなと思いますけどね。 ね、なんで気になるのん、ね、なんで気になるのうん、降水確率とかうんうん、降水確率そうねうんなるほどうんなんで気になるのちえこさんなんか見てしまう、うん、なんか見てしまう、うん、週何回ぐらい見てるの 2>, 2、3回二三回は見てるどういう時？まあ例えば畑行く時とか畑行くから行くってうわうんそうねうん 見るかって決まってないああ特に決まってないんだねああそっかそっかお父さんはなんか気にしそうだけどね天気ねああそうですねお父さん畑やってますからねはい完全に春雨イメージですねお父さんはいそうですけれどもあなるほどね天気予報はでも見るんじゃないですか大体皆さんああはい見ますよああ み、この天気予報は見るぜ、週、週に一回は見るっていう人。週一回なら。週一回。週一回。うん。あ。そうなの、あ、かずやさんもいない。週二回ぐらい。あ、週二回。あ、週二回、あ、見るね、しゅうまさんは。しゅうまさんは。聞いてた。はまた、またどっか行ってた。天気予報よ天気予報。うん。天気予報、週何回ぐらい。見る。週。天気予報。 天気予報、あ、見ない。ああ、用事がないと見ない。ねあ、あそうなんだね。あ、でも、まあ、そういう人もいる、いるでしょうけどね。出かける日とかね。うん。大体でもね、あの、ほら。海中とか。うん。春沢とか。ね、あの、両方やってる人とかね。第一次産業に従事されて見える方はね。そうですね。うん。多分、気になると思いますけど。はい。 それに最高気温とか最低気温とかもはいはいはい気になるよね寒くなるのか暑くなるのかってそうそうそう最近ね沖縄もねもう気温が上がったりとか下がったりとかね観観視温ってね激しいですからね見たはあの天気を気になるってお家で見るのお家で見ますお家でね最近はこってるよね CM あ CM なの話今天気予報じゃなくてコマーシャルで CM 天気予報の CM さん 天気予報の CM あああるねあるあるあるなんかあの沖縄独特のまあローカルのっていうかね天気予報やってる時にね CM 流したりするからね面白いよねうん人かやってるのが有名ん誰誰あのあの女子中あの女の子二人の女の子の中学生二人があの踊ってるの女子中学生が二人踊ってみるのアベニムタルトボデンのアベニムタルト

クルバナがはいはいククルバナが福祉施設の人がどんなな何をこと見てるかなと思いますか何何もう一回もう一回もう一回ちょっと違う話になるのかなあいやいよもう一回もう一回はい今ちょっとマイクが遠かったから聞こえにくかったんだけどそうねあのテレビであの京介はいはいあ以前利用者さんで見えた方ねあそうね京介くんクルマエシング京介うん が映ってたのを見てはいはいはいあ出てたんですね最近出てると思ってあの前もあの前も映ってたの見たからなんだよ態度性バッチリしてたなと思いながらでそのとその映ってたのあの夜遊びに行こうっていう役所が企画したツアー何何あのマイマイクが遠くて聞こえにくいあ市役所が企画したね市役所が企画したでそこで遊んで遊べるっていうのもあの交流になっていいなとは思うんだけどはい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 

役所が作った企画で、多分タイトルは遊びに行こうだけど、うん、まあそういう経験をしようっていうことじゃないかなと思いますよね。うん、すごくいい企画だと思いますよ。そう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 。そう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 。そう,そう,そう,そうは結果の友達も少なくなると。うん、あ、だいはコンピューターだったらお友達多くないんじゃない？ でもねそれだとやっぱりそれだとやっぱりでも直接コミュニケーションって取れないからね直接コミュニケーション取るっていうのがすごく大事だと思うからまあ実際歩いてからね行けるっていうのはすごくいい企画だと思いますけどね。あるうありますね多分だけどねもの申すもっと地域活性化させる方法は人を好きにしたらいいよ。 うんうん人を好きにするはい例えば例えばどういうことですか例えばさあの、うん、カップル作るさはいはいはい出かけるんあフィーリングカップルみたいなあフィーリングカップルまあまあいい、うん、方法はと,ともかく、うん、カップルができたら出かける機会が多くなって遊びに行くあ,あそうねなると思うんだよそうそうそうはいはいなると思いますよ、うん、だからこう、うん

ああ、面白いかもしれないですね。まあ、こうチョコレートとかケーキとかを手作りにして。あ、いいかもしれない。ああ、バレンタインデーの友チョコみたいな感覚でね。あ、いいと思いますね。まあ、多分そういう企画はね、この時期なったら、あ多分あったと思いますけど。それ、あの、た、たぶね、人が強、誰か強くなると。好きになると人って強くなるみたいです。いいと思いますね。さあ、今日のテーマはマイニュースということなんですけども、かつれいさん。 今日初初ですね。はい。はい、緊張してます。<laughs> 緊張してるね。<laughs> いいですよ。はい。前ニュース何かまあハマってるとかなんか最近やったことあります？気になってるニュースとかなんかあります？<laughs> 本買ったぐらいですか。あ本買った。なん、はい、て本ですかいいです？いいことが起こる本。ん？いいことが起こる本。あいいことが起こる本。 なんかいいことが起きそうだね、うん。<laughs> 怒るといいですね。うん、<laughs> あ、怒るといいなと思って。これ読みました？うん、まだ読んでないで。あ、まだ読んでないんだ。はい、そっかそっかそっか。ね、これこれをなぜ買おうと思ったかっていうのは、うん、いいことが起きたらいいなっていう。て思って。あ、いいですね。はい、このタイトルいいね。はい、これはあのいいことが。 いいこと起きたらいいなって思う人は買うねこれね、うん、ね俺も買うわこれわ <laughs> ここ本屋でこう並んでたら買いそうだ<ー>はいなんかあ本読むの好きなんですか好きですねお<ー>お<ー>結構読んだりするうん一ヶ月に一回ぐらいかなおお月一冊ぐらいってこと<ー>読むか二ヶ月にあ二二ヶ月に一冊ぐらいおおでもいいっすね こういう本を読む習慣がね、ねあるとねいいと思いますね。はい。あいいいいマイニュースですね。はい。さあ、ただし君はマイニュースというマイニュースということなんです。ニュースですかね。何の何のニュース？キュレンジャーっていうもありますけど。キュレンジャーね。戦闘者のね。戦隊もの初の緑が女性なんです。え？初です。 そうなんだそして初期の中のメンバーでオレンジなのはバトルフィーバー以外でやった人が初めて30年前からやってたやつかなわかんないバトルフィーバーの後からもうオレンジ出てませんね初期のメンバーでへえ初期でオレンジがいるってことあそうなんだちょっとあの9連じゃって宇宙戦隊とい呼ばれて 宇宙戦隊、宇宙戦隊キュウレンジャー、これキュウはどういうキュウなんですか。えっと、玉でも意味はありますね。玉のキュウという。ああ、野球のキュウって、球技のキュウって。ああ、なるほど、玉ね。はい、はい、はい。コックピットもね。あの、宇宙戦で練習するアレとみたいな感じ。あんな感じですね。コなんか、うん、ロボットも胴体以外はあったら、パーツ変えるんですよ。 足も腕にもなるしえ旧型ものはいなんでな。あっそうなんだはいちょっとまだ見たことないなあでも出るんじゃないだいたい出るさはねこういうねプラモというかんか超合金っていうかこうなんかそういうおもちゃとかね大体出ますからね今回今は旧レンジャーなんですね おな何人いるんですか今現在7人とまだ敵な状態の一人がいますねお<ー>。次回ではやっと急に見れますこ多いね最近多くない、はい、このなんかね理さん僕らの世代だったら5人っていう5人とか3人とかね三3人とかっていうイメージですけどね <laughs>、はい、すごいね人数増えてるねはいお、まあ、気になる方はあの見てください敵キャラ

厄介だな。んんね、ちょっと面白いな。<laughs> しかも武器も。三つなんていうか、で、電話みたいな感じ。ねうん、パーツ変えられるような感じ。各武器に変えられる。えー、節んで突の。うん。フォアチャーって。そんな感じではないな。鎖骨コンっていうか、繋ぐような感じ。武器を、まあ。いいかちん、じゃ。なんか。宇宙って言ったから、なんか地球は、地球ないでだね。各地球、各 <laughs> 惑星。うん です。ええー。みんな地球人じゃないです。えそうなんだ。はい。えー、まあちょっとね、急<ー>レンジャーで今盛り上がっておりますけれども、はい、あのーはいはい、なんか時代時代劇みたいな。まあ急戦術ですね。急戦術のだから急戦術です。あ、なるほどね。ほうほうほまたメンバー増えてたりして。<laughs> ねふ、増えるんじゃないかなっていうなんかね予想がありますけれども。一人で戦ってる九人。悪、うんうん、大官とか惑星一人ずつに悪大官がいますか。すごいね、惑星、うん、惑星なんだね。はい、<laughs> 規模が大きいけどなんかインとか出すってねさっき言ってたけど。うん、そうですよ。<laughs> <laughs> どっちが出すの？悪大うん、いやーいやインロ出すって言ったら正義の味方でしょ？<laughs>

あの、絵本原画展が終了しました。あ、理科さんのね。はい、お疲れ様でした。で。お疲れ様でした。あの。お店の花と蜜蜂カフェ様の話ですと、はいはい、大勢の方がご来場してくださった方で。はいはい、で、コメントを四人の方が残してくださってました。はいはい。まあ、それがマイニュースですね。私にとっては。しいこの場を借りて、厚婚礼申し上げます。ありがとうございました。ね、あのプラザハウスでやってたやつね。二、はい、週間。お疲れ様でした。はい はい。良、はいね、かったですね。でもね、たくさんの方に見ていい、ね、はい。わかりやすい場所を選んでたっていうのが良かったですね。うん、今回はね。ね。あの皆さんもね、ぜひあのリ、ー、カさんのそれ気になるって言うんだったらね、あのククスタにメッセージをいただければね。リカの幅が広がってきてましたね。大きくなってきましたね。あ、そうですか。そうですね。うでも週週さんも映画監督になるっていう夢があるわけでしょうん。夢っぽいもんね。<laughs> まあまあねあのー、それぞれねあのあると思いますけれどもはいとりあえずリカさんお疲れ様でしたああいううはいさあ,あごめんねもう時間がなくなってまいりましたのではい、えー、クックスターではメッセージやコメントをお待ちしております毎週金曜日の11時半から12時の30分間生放送でお届けしております来週もまた聞いてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい本日のお相手はえー、宮地リカと宮地達生えー、福祉の方には光が はい、い、はい。おまけのでした。ま、た来週聞いてくださいさよなら。また来週よろしくお願いします。ま